はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はひまわりを使ったミニテーブルアレンジメントを作っていきます。今日のアレンジメントは初心者でも簡単にできますので、ぜひ皆さん作ってみてください。今日使うお花の分量は番組の最後にお知らせいたします。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。今日はね、こちらの器にアレンジをしていきます。この器フォームをセットしてありますけれども、このフォームの高さはもう本当少し出てるぐらいですね、器からね。このくらいでいいと思います。では始めていきます。まず最初にこのひまわりをね、刺していきます。もうひまわりは今回は短く刺していきます。その時にこうひまわりがちょっと段差がついて、こっちは高く、ちょっと低いですね。それで同じ方向を向かないようにしてください。こういうような感じで刺します。はい、次にこちらのレザーリーフファンでこのフォームをね、少し隠していきます。これをファンデーションマークと言いますね。こういう状態になりますね。はい、そしたら今度このグリーンのね、唐辛子を入れていきます。こういう状態になりますね。そしたらこの次にこのフロリダビューティーを入れていきます。フロリダビューティーはここの節でね、1個ずつパーツに分けていきます。こういう状態にしていきますね。で、これをこうバサッと入れちゃう人いるんですけど、そうじゃなくて少しこう葉をね、束ねてあげて、このようにちょっと束ねたような感じにして、それで刺していきます。はい、こういうような感じになります。はい、次にこのスプレーカーネーションを入れていきますね。スプレーカーネーションも1輪ずつにこう花をして入れていきます。はい、こちらでスプレーカーネーションが入れられました。最後にこちらの割れモコをね、入れていきましょう。ちょっと最後と言いましたが、最後じゃなくて次にミスカンサスをね、入れていきます。これが本当に最後です。でミスカンサスは少しこうループにして、ここでホチキスを留めます。こういうような状態ですね。こういうような状態にします。そして中に入れ込んでいきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構可愛いですよね。こんなんでも一つテーブルの上にあったら家の中はすごく明るくなると思います。そしてこちら、今回のこのアレンジメントはN フラワーデザインスクールのウェブ会員さんのレッスンとこう併用して作っています。またウェブ会員についての説明はぜひ N フラワーデザインスクールのホームページの方をご覧ください。
ではですね、今日はこちらのアレンジメント、ぜひ皆さん作ってみてください。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time! はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はもちろん無料です。チャンネル登録はこちらへお願いします。こちらへお願いしますね。そしてスマートフォン、タブレットの方はこちらよりが見れてないと思うので、この下のリンクよりお願いいたします。では一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。